警察によると、ソウル・ヨンドゥンボ警察署は音楽番組ミュージックバンクの点数騒動と関連した告発状と陳情書を受け付けました。これに対し、犯罪行為の成立可否などを判断するために法令検討に入り、近いうちに告発1人、陳情書1人に対する調査を始める予定です。去る5月13日、KBS のミュージックバンクで HYBE 初のガールズグループ、ルセラフィムと歌手イム・ヨンウンが1位の候補に上がりました。同番組の1位はデジタル音源、放送回数、視聴者好感度、音盤、ソーシャルメディアの5項目の点数を合算して順位をつけます。この中で議論になった項目は放送回数で、18日放送局側が集計機関 KBS テレビ、ラジオ、デジタルコンテンツにイム・ヨンウンの曲また会えるかなの放送がなかったとし、イム・ヨンウンの放送回数の点数が0点でルセラフィムが総合1位に輝きました。そして19日、韓国放送は FM が正規編集した13番組のうち7つの番組が対象だと明らかにしましたが、順位集計対象の7つの番組がどの番組かは明らかにしませんでした。この日、集計機関の FM プログラム13番組選曲表を確認したところ、イム・ヨンウンのまた会えるかなは1回、ルセラフィムのフィアレスは2回放送されていました。ラジオ放送だけでは放送回数点数差が説明されるのは異様だとわかります。それに加え、KBS が明らかにした集計期間にイム・ヨンウンの新曲が多数ラジオで放送されたとの声が上がり、0点という評価に対する疑惑がさらに深まりました。この結果に対してイム・ヨンウンのファンクラブは、順位選定の基準を明確にしてほしいと要求しました。そして韓国の放送通信審議委員会にミュージックバンクに対する審議を要請、ソウル警察庁にも捜査を要請することとなりました。このような放送番組のランキング操作議論は初めてではなく、過去 Mnet アイドルオーディションプロデュース101とアイドル学校の投票操作が明らかになったことがあります。プロデュース101のメインプロデューサーだったアン・ジュニョン・フィーディは昨年3月、詐欺・営業妨害の疑いで最高裁判所で懲役2年刑を確定し、アイドル学校を総括プロデューサーのキム・アゲ氏は今年1月、控訴審で懲役8ヶ月を言い渡されています。このように韓国内での順位操作はかなり深刻に裁かれる問題です。これに対し、ルセラフィムのみならず HYBE 事務所所属のアーティストたちに大きな悪影響を及ぼさないか心配の声が寄せられています。